ではコリント人への手紙、コリント人への手紙の第1の11章を開いてください。コリントの第1の11章を開いてください。聖書の通読の学びが10章までね、前回来ましたが、午後にね、11章を一節ずつ、見ていきます。そして、今朝は31節に注目します。しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありません。ですね。もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありません。この11章において、パウロがコリントの教会で起こっている問題を取り上げましたが、主の晩餐、聖餐式をですね、その意味していることをきちんとわきまえないで、食べている問題を取り上げています。主の体を表しているパン、主の流された血を表しているブドウ酒ですが、それをわきまえないで食べていたわけなんです。で、見える形で、目に見える形で主の裁きが起こったんですね。何かって言ったら、弱い人とか病の人とか死んだ者たちもかなりいたということなんですけれども、なぜかと言ったら、罪を許し、霊と肉の癒しを約束しているこの主がおられる晩餐にわきまえないで食べていたので、裁きが来たんだということなんですが、そこで、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありませんとこう言ってるんです。で、このね、わきまえるという言葉、とてもいい言葉ですね。吟味って言ってもいいかもしれませんけれども、ギリシャ語にはですね、この裁くっていうですね、クリノっていうギリシャ語があるんですが、それをですね、いろいろくっつけたりなんかして、これは確かディアクリノかな。ちょっと、間違ったらごめんなさい。よく調べた上で、客観的な判断をするという意味なんですね。吟味っていう言葉がわかりやすいと思います。けれども、英語だと、自分を裁くなら、裁かれることはありませんとも訳してます。これも、正しいんですけどね。でも、客観的に判断するならっていう意味合いですね。この裁くというと、どうしても、罪に定める罰を与えるっていう方の裁くですね。そのように捉えてしまうかもしれませんけど、そうではないんですね。イエス・キリストのうちにあるものは、罪に定められることは決してありませんと、このようにキリストにあるものには約束されていますから、この自分を裁くならっていう時に、なんか自分の罪を責め立てるとかですね、そういう意味ではないんですね。ありていに自分を見ていく。正直に自分を見る。って言ったらいいでしょうか。ですね。で、そうすることによって、初めて主の前にありのままの自分を持っていくことが可能になります。そして主の豊かな恵みと憐れみに預かることができるというのがここでの内容になっていきます。自分をありていに見ていく、わきまえるっていうのがね、これがね、難しいことなんですよ。ギリシャの哲学者ソクラテスが、汝自身を知れっていうね、有名な言葉あるじゃないですか。自分を知りなさいという、無知の知とかね、なんか昔習いませんでした、学校で。ね。でね、これ大事だと彼は言ったんですが、自分で実は自分を知ることって一番わかる。だから他人のことってよくわかんないけど、自分のことわかってると思ってるじゃないですか。でも非常に難しいということですね。で、自分のことを偽って見ていることが多いんですね。ローマ書の12章の3節で、パウロがこう言いましたが、私は自分に与えられていた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各地に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと。思うべき限度を超えて思い上がっているという、
と私たちはどうしても自分が思い上がっていってしまうんですね。で、ここで思い上がるっていうのは、必ずしも、なんか、うぬぼれるとかですね、傲慢になるっていうだけではないんですね。次に出てくるこのローマの12章の続きは、各地に賜物を神が与えてくださってるということですから、神の恵みによって立たせられている自分を過小評価するっていうか、私は何もできませんとかっていうのもある意味で思い上がりなんですよね。うん。自分を神の恵みによって見ていくことって本当に難しいんですね。なぜかと言ったら、私たちの心にアダムから受け継いだ罪があるからで、自分を知ることさえもできなくなっているほど、堕落してしまっているわけなんです。で、こういう現実があるんですね。エレミアが言いました17章の9節で、人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうかと。ということで、私たちは自分の心が、ほんと知り尽くすことができないほど、癒しがたくなっている、ねじ曲がっているっていうことを言っているわけなんですね。本当にこれは、聖書を見るといろんな人物を通して、見えてきますが、例えば、このベンハダドというアラムというのは今のシリアですね、王様に仕えていたハザエルという人がですね、このエリシャの前、ベンハダドが病気だったので、治してもらえるかどうかってエリシャに、預言者エリシャに聞きに行ったんですね。そしたらね、エリシャがもうじーっとこのハザエルを見てるんですよ。そして、本当にその人はすごいおとなしい人だったんですよね。もう恥ずかしくなっちゃってじっと見られたもんだから。けれども、エリシャがね、すごい嘆き始めたんですね。お前がね、本当に、この王様になってですね、そしてこの妊婦をやつ咲きにするとかですね、こう非常に残酷な形でこのイスラエルの民を殺していくっていうことをこう見たわけなんです。そしたらそんな恐れ多いことをね、恐ろしいことを私ができないってこう言ったんですが、戻ったらすぐに、その病の伝波だとね、癒されるってね、こう告げられた後に、だけども、彼死んじゃったんですよ。なぜかそしたらハザエルが殺したから。こう、確か濡れたあれかな、布かな、忘れましたけども。そして彼は王様になって、で、やはり残虐な形でイスラエルを殺していく王になっていったんですね。で、わからないんですよ。その、自分は非常におとなしい人で、この穏やかに見える人である、その彼がですね、自分でもわからないほどそういう、ことを行ってったというほど、このエレミアが言ったように人の心は何よりもねじ曲がっていて、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができようかと、こう言うんですね。世間の問題としては依存症の問題についてよく言われるのが、この依存症であることを気づかない、いや認めないというところに依存症の大きな特徴があって、でそれで治せないっていうふうに言います。これ厚労省のね、サイトを私も確認してみたらこう書いてありました。ほとんどの場合、依存症の当事者は自分が依存症だと気づくことはできません。そのため、明らかに問題がある状態であっても、やめようとすればやめられる。ある人に比べたら大丈夫。という発言をし、その問題に向き合えないケースが多いとされています。これ医学的な話なんですよ。これ例えなんですね。今別に霊的な話をしてるんですけれども、例えとして分かりやすいので、私は大丈夫だと思ってしまうわけなんです。で、自分がわきまえ知ることができていないってことなんです。で、今ね、私がこうやってね、説教しているときに、なんていうのかな、こう、霊的な話なんですね。このね、心理的な話じゃないんですよ。何言ってるかって言ったら、自分を痛めつけてるね、この本当に自分はいけない人間だって痛めつけなきゃいけないのかって思ってですね、一生懸命頑張ったとしてもですね、いや、実は痛めつけてもどうしようもないほど自分は堕落しているっていうことに気づかなければいけないって言ったらいいかな。そういう自分を痛めつけるという話は全然ないんですね。もっともっと深い部分で自分のことが分かっていないっていう問題の話をしています。で、これが分からないと、上からの助けを求めていかないんですよ。自分で自分を痛めつけようとしちゃうんですよ。
上からの助けを求めることによって初めて、だからさっきの例えですよ、依存症の場合は誰かのヘルプを、この頼もうとしない限り、しようとするってことを自分が気づかない限りダメだと同じように、霊的には神からの助けをですね、得ようという思いが出てこないわけなんですね。で、神は自分のありのままの姿を知っておられるんです。主が、だから私たちの救いは私の心のありのままの姿を示してくださいって祈ることなわけですよ。で、主が示されることによって初めて自分がそのどういう姿なのかをわきまえ知ることができて、先ほど読んだ139編の詩編の最後のところの祈りがそれにあたります。23節で、神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってくださいと、このように言って、次に24節で、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この傷のある道なんです。で、この傷という言葉は聖書では、なんていうのかな、罪によって起こった傷という意味合いがあるわけですね。これは肉体にも、重ね合わせられてるんですけど、それ以上に霊の方、魂の方ですね。私たちが傷を負っている、手負いになっているって言ったらいいですか、もう倒れているっていうか、それが罪によって起こっている。で、それを気づかせてくださいというですね、祈りをダビデが捧げているわけなんです。このことによって神に人はより頼むことができるようになります。そして神は次になされるのは恵みの中に導き入れられるんですよ。なので、そこまで分かるまで神が私たちを試されるということなんです。前回の学びの続きになるんですが、試練ですね。この荒野の旅において、主が、このような取り計らいを行ってました。申命記の8章の2節で、あなたの神、主が、この40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったと。いうことですね。ペテロに対するイエス様の言葉がまさにこれを表していて、イエス様が食事の、この最後の食事ですね、この、最後の晩餐ですが、あなた方はみんなつまずきますとこう言ったんです。で、ペテロがたとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言ったんですが、イエス様は誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと。で、そしてペテロは、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと。霊は燃えているけど肉は弱いっていうことですよね。本当に彼は本気でそう思ったんですよ。死ぬまでイエス様に従いますと思ったんですが、もうこのように言った舌の根が乾かぬうちに、こんな人は知らないと三度、言うということ、これをお許しになったんですね、イエス様は。そのペテロの心がこのような、状態なんだということを知ることができるように。本当辛いですよね、これ、自分のこと知るって、ね、でもお許しになったんです。だからこそペテロは恵みによって他の兄弟をですね、この立て上げていく教会のリーダーになることができたわけじゃないですか。で、主は、終わりの日に教会を裁かれるんですが、この明るみに出すっていうことですね。この教会にあるものを明るみに出す。で、それがわかるのが黙示録の7つの教会で、2章と3章に書いてますね、黙示録の。で、一つ一つの教会に、私はあなたを知っているっていう言葉がある。あとは、あなたの技を知っているってこうおっしゃってるんですね。で、これ褒める言葉もあるし、その叱責する言葉もあるんですが、イエス様の目がですね、
燃える炎のようになってるんですよ。で、この燃える炎のような目で教会にあるものを見ておられて、で、最後の七つ目の教会、ラオディキアですね。で、自分自身が思っていることとイエス様が見ることがものすごくかけ離れているのを、認めることができます。3章の17節ですが、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。こういうことです。これほど違いがあります。なぜかと言ったら、神の知識は及びもつかないほど大きいって言ったらいいかな。もう全然違うわけなんです。先ほど読んだ詩篇の139篇の 最初に、いいですか。もう一度お読みしますね。1節から6節までお読みしますが、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも、さっき皆さん座って立ちましたよね。座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。皆さんが思っているすべての思いの心のひだにあることも全部読み取られて、あなたは歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます、とこのようにね言ってるんですね。で、私なんか、よくまあ、これね、世の中の世間の話ですけども、プライバシーの問題とかって言ってですね、で、スマホでももう全部見られてるとかですね、この、プライバシーの情報とかなんだかって言って、恐ろしい時代になったじゃないですか。ですね、この、一度取られたものがもう、Google からね、この検索から取り除こうと思っても、本当に大変な至難の技になってる。ですね。で、プライバシー守る、とかなんだかって言ってる、なんか私、ちょっと申し訳ないんだけど、そういう真剣にみんながそういう話をしてるときに笑っちゃうんですね。今の話、一番監視されてるのは神様で、もうプライバシーなんてないんだけれどもとかってですね。ここの箇所を思い出すんですよ。そして続けてみると、言葉が私の舌に上る前に、なんとしよう、あなたはその全てを知っておられます。もうね、監視カメラどころじゃない、スマホの SNS のこの技術どころじゃないんですよ。心を完全に読み取っておられて、次に出てくる、下に出てくる言葉っていうのも全部知っておられて、で、次に2個説で、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。つまりもう、すべてもう、なんか、水の中に沈んでですね、もう水に取り囲まれているように、全部主の臨在の中に取り囲まれていて、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきませんと。こうやってダビデはね、圧倒されています。で、なんとこの知識というのは、16節に飛びますと、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその1日もないうちに、私たちが、おぎゃーと生まれる、いや、その前に、ですね、胎児の時に、人生の最後までの、今言った膨大な知識、ですね、ビッグデータなんてもう無理っていうぐらいの知識をですね、なんて言ったらいいの、スーパーコンピューターかね、それでも計算できないような知識をですね、胎児の時から全て持っておられるってですね、これは私たちが自分のことをわきまえるためには、そのわきまえ知るためにも、知るためにも神の助けが必要だということがよくわかると思います。で、これが分かって、福音というのはとってもシンプルなんですね。自分のありのままの姿を神の前に持ってって、そのままで持ってって、神が清めてくださり、許してくださり、恵みを施そうとしておられるんですね。これを恵みの福音と言います。私たちは普通の生活だと、みんなの前ではきちんとしなければいけないっていうのは、まあ、もちろんそうですよね。敬っていくわけですから。ね、今日だと俺スーツ着ちゃってるしさ。まあ、皆さんもそうでしょ。そして、すべていろんなことで挨拶をしたりとかなんだかで、やっぱりよく見せていこうと努力するわけですよね。それに慣れているので、
ありのままの姿っていうのは非常に難しいです。相当信頼できている人で、まあちょこっと話すかなっていう程度じゃないですか。けれども、もっともっと深いレベルで、私たちはどうしてもこのシンプルなこと、ありのままの姿で自分を神に持っていくことが、これが難しい。これが難しい。すごいシンプルで子供みたいな、その一歩なんですよ。信じれば救われるっていうのね。だけど、そのイエス様のところに行く、これがなかなか自分のことをわきまえ知ることができてないので、できないという問題があるわけなんです。ダビデが、この隠してしまうという、この葛藤を通った箇所が詩編にあるんですね。それが32編なんですが、隠すことがしないで、言い表したことによってね、幸いを得たっていうところから始まるんですよ。幸いのことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いのことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが、私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。隠している間は日照りの時のように骨が乾ききったっていう、これね、わかりやすい表現ですよね。私たちがこの自分のうちにあるものを隠している間っていうのはね、どれだけ魂が乾いてしまうかということを、骨の髄から夏の日照りのように、ちなみにね、夏の日照りっていうと日本ではですね、汗だらだら思い出すじゃないですか。でも違うんですね。乾ききったって書いてますよ、ここで。イスラエルに行って、私たち妻と一緒に、8月のイスラエルだっけね。7月だっけあれ ?8 月だっけ ?8 月のイスラエルを経験しましたが、暑い。この前も言ったね、なんかね、エジプトの方ね。あの時期ですよ。エジプトでもね、8月、暑い。で、風吹くでしょ。そう、エイラットってイスラエルの一番下の紅海のに面しているところに行ったんですけどね。風吹くんですよ。やめてくれ。吹かないでくれ。普通風って涼しいじゃん。もっと熱、いわゆる熱風なんですね。ヨナがさ、東風吹いて遠駒が借りた時にもう死にたいって言った。ああいう感じ。だから、ここで言ってる、その、乾ききるっていうのは、その汗も出ない、あの乾燥した日照りです。で、罪を犯して隠してる間はそうなんだけど、それを許していただく。言い表してね。イエス様の鞭打たれた、この打たれたら、あの岩から水が流れたと同じように、この罪を清めてくれる、御霊の水が流れていって、私たちが救いの喜びで、またカーッとなってですね、本当に喜びに満たされて、この幼子のような、なんちゅうか、この単純さっていうか、ここの平安の中に満たされてですね、そして神を褒めたたえることができるわけですね。で、その中にあって初めて命ある交わりを持つことができるわけです。第一ヨハネがその目的のために書かれています。ヨハネですね、ヨハネの第一の手紙。一章の四節で、これらのことを書き起こるのは私たちの喜びが満ち溢れるためですと。で、それに続いて、ヨハネが言ってるのは、神は光で、光の中を歩んでいるならば神と交わりを持つことができるけれども、罪の中にいたら、暗闇の中にいたら、それは偽ってるよって言って、で、八節に、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私のうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいますと。ですね。自分をわきまえてないとそこに偽りがあって真理がないんですが、罪を告白し、真理に立つならば、罪を許してくださる神が、不義から私たちを清めて、交わりを回復するから、喜びに満ち溢れるわけですよ。で、本文に戻りますと、この11章の31節ですね。自分をわきまえるんだったら裁かれることはないと、こう書いてあります。
で、私たち人間の傾向は自分自身を欺くのみならず、神を偽り者としていくっていうね。意味わかります？神が裁かれるって言ってるの、裁くって言ってるにもかかわらず、いやいや神裁かないよねって、神を侮っていくという問題もあるんです。ペテロが、この問題について、第二の手紙で話してるんですね。3章の3節と4節で、まず第一に心得ておきなさい。終わりの日に、あざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の始めからのままではないか。で、神裁くって言ったけど、裁いてねえじゃん。ね。もうずっとね、この天と地が創造されてから、もう何も変わってないじゃん。裁くの何言ってんの？で、彼らは忘れている。ノアの洪水。もうすでに、今も見ている私たちの秩序は、裁きの後の秩序なんですね。この春夏なあ、秋冬のね。で、火が必ず出てきて、また沈んでいくっていう。で、ペテロはこう言ってます。しかし、今ある天と地は、同じ御言葉によって、火で裁かれる、焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのですと。この火による裁きがあり、不敬虔な者を裁く日まで取っておかれているんだとこう言ってるんですね。でも今、なんで裁かれてないように見えるのか、裁かれてないのかって言って続きに、9節で、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。素晴らしいですね。神様は忍耐してくださっています。忍耐しておられるんです。で、悔い改めることができるように、取っといているんですね。で、その忍耐をですね、見てですね、何も起こってないじゃないですか。自分が悪いことをしていて、何も起こってないから、あ、なんだ、神は見てないやと。こういうふうに、思い込む罪があるんですね。またその忍耐を、神は知らないんだ、私のやってることと。知ることはできないと欺く。で、もっとひどいのは、あ、神はこれやっていいって言ってるんだって思い込む。裁き、何も自分が行ってても裁きが起こらないから。あるいは、神は裁きたいけど裁くことができない。能力がない。とかね。まあ、こうやって、つぶやくというか、神さえも、神を偽り者としていくっていうか、そこまでやってしまうわけですね。でも絶対にその日は来ます。パウロがアテネの人にこう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。ということで、イエス様が蘇ったということは、もう全ての人に悔い改めを呼びかけているんだ、神様は。と、こう言ってんですね。ということで、自分が知っている自分に立つのではなく、神に知られている自分にいるということが大事になります。そうすると裁かれませんとですね。豊かな恵みが与えられるわけです。で、ここでサタンが猛攻撃する領域、霊の戦いを紹介します。霊の戦いは何かって言ったらですね、自分が正直に言うということ。言ったら、普通は考えられるのは、なんだお前そんなひどいことしたのかと怒られるということです。神と人間との違いは、神はもうすでに全てを知っているんです。全てを知った上で、キリストにあって私たちを許すようにもう待っておられる。これほど恵み深い方、許しに富んだ方はいらっしゃらないんだけど、サタンはお前が神のところに行ったら、神はお前を罰するよと。
そういうことを知った神はお前を罰するよと。でこうやって恵み深さを疑わせる、これがねサタンの武器の一番大きなものですね。兄弟たちの告発者って書いてます、聖書に。イエス様は私たちの弁護者です。取りなしてくださいます。しかしサタンは告発していきます。エゼカリア書にヨシュアという大祭司を、汚れた服を着ているんですけれども、それを咎めているのはサタンなんですね。しかし主の使いイエス様ご自身が来られて、お前を、お前を戒めるってですね、主にあって、神に選ばれてるんだと彼はと、って言って、彼は祭司の服をですね、綺麗な服ですが、清い服をですね、この着替えさせていただくんですね。でこれが神がなされることで、イエス様が取りなしてしておられることであって、私たちは大胆になる、勇気を持つ、そして神の恵みの中に自分の身を投じる必要がある。でその中にいると私たちは安心することができます。裁きの日があっても自分は守られているということは十分あるんです。で、ここで守られているという確信と、感情の中で自分を疑ったりとか責めるっていうのはね、これね、同居できるっていうことを覚えておいてください。今から読みますね。第一ヨハネの3章の19節から21節。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責められないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。なんかちょっと よくわからない言葉かもしれませんけれども、これね、私たちが神の前に勇気を持って出た後で、神がその裁きがあると言っても、神は私を受け入れてくださってるからという安らかでいられる。けれども、日頃の生活の中で、または過去のことが、まあ、トラウマっていうか、この傷跡があるじゃないですか。で、それでね、自分の心が責めたりとか疑ったり、または、あとは自分が完璧に生きられてるわけじゃないですから、落ち度があるわけでしょ。で、そういうことがあっても、いや、そういう話じゃないんだと。神様は恵みによって私を救ってくださったんだから、ですね。で、この霊の中においては確信を持っていることができるって言うんですね。もちろんこの心に責めがない方がいいわけですよ。でもあったとしても私たちは安心していられるっていうのがこの言葉なんですよ。ですね。これ新しくクリスチャンになった人に特に私ね強調して教えます。なぜかというと、感情で起こっていることと霊で起こっていることっていうのが区別ができないので、例えば今日落ち込んじゃったなっていうとさ、ああ、私また救い失っちゃったのかな、地獄行きなのかな、またイエス様に祈んなきゃいけないのかなって思っちゃうじゃないですか。なかったですか？それないかな。いや、あと過去にあったこの、なんていうかな、こう問題がさ、まだクリスチャンになった後もこう続いているとね、ああ、なんか何も変わってない、壊れないとかってなっちゃう。いや、そうじゃないよと。だから僕よくそれで僕はクリスチャンになってしばらくしてから分かったのは、ずうずしくなんなきゃダメなんだって、ずうずしい。何回も話したことありますけど、僕クリスチャンになる前に大学に入る入学のあれのプレッシャーで、もうそれがあまりにもなんかこうショックで、大学入って卒業して仕事もやって、とっくの昔に大学なんか終わってるのに、それでも大学入試に受からないっていうところで終わってしまう夢を生々しく見てたんですね。で僕はずうずしくなりました。それで起きるでしょ。あまりにもリアルだから、もうなんかその正気に戻って、俺はもうとっくの昔に卒業したんだっていうのを思い出さないとリアルすぎちゃって。だけれどもその時に、それでも僕は愛されてるって言いました。それでも僕は神に愛されてる、起きた時に言ったんですね。でそれを繰り返したらもうほとんど見ないですけどね。で今はもうなんかそういうの例え見たとしても、とかって夢の中でね、また見てるわっていう感じでね、嘲笑うことができるんですけども。で、そういうことなんです。自分をわきまえるならば、裁かれません。なんですね。裁かれない。主に知っていただく祈りを始めていきましょう。自分に傷ついた道がないか、そして常しえの道に、導いてくださるようにというダビデの祈りをね、私たちに、この私たちが、していくことができるように祈っていきましょう。そして、ね、御言葉は完全です。正しいです。だから私たちが御言葉を通してね、聖霊によって示されていく自分を
見ていくことができるようにね、知っていきましょうですね。そして真実な交わりの中に入っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして、シンプルな福音を、私のところに来なさい、そうすれば生ける水を飲ませると、このシンプルな福音を教えてくださったことを感謝します。しかし今、私のところに来なさいというところがなかなかできないです。主よ、あのサマリアの女もなんか、ああだこうだ言って最後の最後で分かりましたけれども、ああだこうだ言ってしまっていました。私たちも同じようにしてしまいますが、本当に主よ、私たちに心の内を示してくださって、その中で私たちがあなたと深い交わりをすることができますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちを祝福し、私たちを守られますように。主が御顔を私たちに照らし、私たちを恵まれますように。主が御顔を私たちに向け、私たちに平安を与えられますように。主イエス・キリストの祝福の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。